巨大な資本に物を言わせるデパートの華々しい特売戦術、それに対抗する商店街のスーパーマーケット化、合理化の最たる自動販売機と、このところ流通界の変貌には目を見張るものがあります。こうした折からここ北陸のある都市では婦人販売店という変わったマーケットがお目見え、台所の話題をにぎわしています。これは乳酸菌飲料業界のあるトップメーカーが試みた家庭の主婦による販売システムです。これがまた可愛い商品で、しかも一日のうちいつでも配達できるというところに主婦たちの魅力があるようです。この川西さんはご主人や子供さんを送り出し、部屋の掃除も一段落した昼下がりのひとときを利用して配達しています。家にいてもとかく浪費しがちなほんの 2,3 時間で普通の内職の数倍の収入があるというのですから、大したものです。すでにこの地方だけでも数百人の主婦が販売店主として活躍しているとか、ちょっとした流通革命の兆しを見せています。明るい笑顔とサービスが内職をより有利なものにしているようです。おかげで子どもの小遣いは無論のこと、上の娘さんにはおことの稽古にも通わせています。稽古ごとに熱心なこの地方のこと、娘さんに肩身の狭い思いをさせたくないという親心です。そして自らは電化生活に、貯蓄にと、川西さんの夢はバラ色に輝いているのです。その上保険という面から明るい人づくりに役立っているということが彼女たちの喜びでもあるのです。